おはようございます。今日は朝一番にハーフデッドリフトをやりました。215キロなんですが、めちゃくちゃ重かったですやり終わったらなんですけどね、こう腰がもうものすごい痛くてあれ続けると多分椎間板ヘルニア、あと、業務スーパーでタピオカの、ジュースですね、これとそれからホイップクリームですねとクレープの皮を買いました、でこれで、ホイップクリームをクレープの皮に、乗せて、バナナを切ると簡単クレープの出来上がりです。ジグノスケ、僕は無職なのですが意識高い系なので、トイレにゴッホの絵を飾ってます。これ買いました食べましょう。贅沢というのが、レンタルビデオ店で、旧作ですね。新作は高いんですよ。新作はちょっと本当高いので、旧作になったビデオ、映画ですね。映画を、100円ぐらい、かな、110円ですね。消費税がかかるので。で、借りて、それを見るということですね。1週間に1本借りたら、1週間に110円。で、90分ですとか、120分、2時間ぐらいの至福のひとときを過ごすのが、自分にとって最高の最高レベルの贅沢ですね。はい、というわけで今日の Vlog も以上になります。ありがとうございました。さよなら。